ウルトラマンファイティングエボリューションリバース、どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。というわけで、今回やっていきますのはウルトラマンファイティングレボリューションリバースということで、プレイステーション2のゲームですね。まあいろいろモードあるんだけど、今回はとりあえずこのウルトラモード、要はストーリーをね、遊んでいきたいと思います。行きましょうか。 GO。 いやー、以前確かウルトラマンファイティングレボリューション0をやったことなんで、今回はリバースということでね、まあ、プレ2のね、ウルトラマン結構初めてなんですけど、まあ、やっていきたいと思います。初見プレイです。GO! 新たなる侵略。新たなる侵略。おえー、いいね。なんかちょっと盛り上がって。さあ行きましょうか。お、うん。巨大な物体が転がってる。お、富士壺。なんだっけこれ名前。お、ブルトンか。あ、ブルトン。ブルトンは昔ウルトラマンを倒したはずだ。え？倒したはずの怪獣がまた現れたってことですか？ウルトラマンです。お、来た。おお。四次元怪獣には常識が通用しない。ウルトラマン、頼んだぞ。かっこいい。さあ行きましょうか。早速、プレイしていくな、ウルトラマン。ナウローディング、早速ブルトンが転がってきたけど。四次元怪獣、ブルトン。どんなやつだっけな。なんか軸を歪めるとかそういう能力あったよね。さあ行きましょう。うい、ウルトラマンの放送さします。とりあえずいた。なんだ。ぐおー、急に浮いたぞ。これが四次元怪獣の、やばい。なに、え、ちょっと、うがー、え、なに、今度はマジか。ちょっとブルトン強くね。危ない。あー痛い。これぶつかったらまずいな、これ。あ、でも動けないこれ。あー待って、受け、うわっ、おー、なんだ、なんかおかしいぞ、どうもさっきから。ちなみに、タイム的には30分しかないので、まあそれは仕方がないかなと。30分、3分だ。うん、やっぱウルトラマンのねタイムと同じく、しっかりつかめね。くそ。とりあえずこれでゲージ貯めて、あ、ダメだ、貯められない。あれ、なんか動けなくなっちゃった。うわーっ、あー、まずいなこれ。ダメだ、早く倒した方がいい、これ。うりゃ、邪魔した、邪魔する相手の。この上のゲージが溜まると必殺技が出てくるので、それを防ぐようにしたいと思います。あー、まずい。やばい。あー、止まった。動きが、待て。うわ、なんかブルトン強い、いきなり。ゴバー。え、まだ、またかよ。ジャンプすれば避けられるかな、これ。しかも多くね、今回。ジャンプ。あー、ダメだった。くそ。あの、まあ、一個で済んだ。あー、戻された。よっ。近くに。うーりゃ。で、急いで、はい。掴めない。よした。あれ、ブルトン強い。痛っ。なんだやば、ちょっと待って。あー、いや。どうすればいいんだろう、これ。とりあえず叩けばいいのかな。ためパンチ。よーし、いいダメージ入った。いいね。丸長押して結構でかいダメージ。あ、痛いな、もう。近づけないんだけど、なんか。さあ、いけ、投げ技。いいよ、なんか、とりあえず。で、このなんかね、あ、来た！うーしょ！とりあえず、必殺技1号！相手の動きを止める！名前忘れた！でもこれなんか、ウルトラマン確かゼットンにやった技ですよね。ブルトン意外と、おっしゃ！捕まった！今のうちに。うーらー！で、これで一気に、よいしょー！長押しパンチ！食らった？あー、難しいな。でも相手解放しちゃった。なんだ？お！何？いかん。それはブルトンが発生させた空間湾曲だ。歪みに塞がれ、光線や打撃がブルトンに効かなくなるぞ。光線も打撃も効かない。デスペシウム光線も効かないってことですか？じゃあどうやってブルトンを倒すんだ？確かに。え、何しろっていうの？わかんないよ俺。え、光線効かないの？撃ってみよう。
あ、ダメだ、本当は効かねえ。打撃もダメなんだよね。え、どうすりゃいいんだ、じゃあこれ。うわ、なんか、掴めば、掴めない？あ、掴んだ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 。これがいい。よっしゃ、いけ！あー、逃した。この、お、ダメージは？よっしゃ、掴めばよかったんだね。投げ技か。うん、あまりに強烈な衝撃にブルトンめたまらず空間湾曲を引っ込めたな。なるほど、意思があるんだね。おってことは、ためろってことは、スペシウム光線やるしかねえな、これ。はい、ちょっととりあえずゲージ貯めて。あー、まずいな。あー、動けない。うおー、急に、なんか知らんところだ。バーカ、この野郎、さっきからうろちょろうろちょろしやがってよ。さあ行け。あー、ミスった。このタイミングオーク丸尾とかそういうのやると、なんか結構ダメージが溜まったりするらしいんですけど、ちょっとまあいろいろやってみますわ。うん、まあいろいろ技を見てって感じで。いっけ、投げる。まあこういうのダメージ入る、結構いいのは当たりますからね。さあいけ。あー、やっぱりこう何度も掴むわけにもいかないんだな、これ。でもだいぶダメージ当たったから。でも3、やばい、時間がね、ちょっと気をつけよう、これ。いけ。あ、さあラスト。あー、逃した。くっそ、最後の一撃ミスった。あー、やばい。残り30秒、カラータイマーが鳴り始める。さあそこでとどめを刺すのは、うー、あとちょっと。危ない、危ない。来た。投げろ投げろ投げろ。投げて、で、スルッと相手の体力がゼロになると、このフィニッシュ状態になりますので、このフィニッシュでこれいくんだ。いけ。なんかすげえ。いけ。おお。なんかリアルってかすごいね。威力強そう。よーし、スペシウム光線で撃破です。あれ、ブルトン倒れてなくね。あ、沈黙したってことなのかな。おお、動き出した。大丈夫？あ、消えた。急に消えんだ。ブルトンは消滅しました。え、何これ。お、ぶっ壊した。何何、それに、あれはブルトンの残骸かな。調査する必要があるかもしれんな。うん、何か良くないことが起きる前兆でなければいいのだが。それ最悪だよね、もしそうだったとしたら。はい、エピソードクリア。バイタル。あー、なるほど、 D ランク。なるほどね、時間とかそういうのもあるんですね。わかりました。はい、というわけでね、ステージ1クリアということで。はー、なるほどね、こうやってどんどん進めていくわけだ。勉強になるじゃない。さあ、そうすると、あ、なるほど、こうやってステージ2、エピソード2と、これ、あ、なるほど、じゃあ、とりあえずエピソード2、3と、順番にやっていきましょうかね。とりあえず次回、エピソード、2、怪獣大乱闘へ行きたいと思いますので、皆様、どうかお楽しみください。それでは、また明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。もっと点差欲しい。で、いやー、取るなー。押さえろ押さえろ押さえろ、よっしゃー、勝った、優勝です。やったー、全国制覇、初めての全国制覇は。うわ、いいな、いいね、こういう感じなんだ全国制覇って。やったやったやった、えー